それではですね、2023年4月20日の、物理フラクチオマティクス論の授業を始めたいと思います。はい。まずですね、ちょっともうちょっとこっちの方いいかな。こんなもんかな。はい。ですね、まず今日はですね、前回に引き続いて、統計的機械学習理論の話をします。で、前回は、おおむね、マキシマムポス、マキシマムポ、アポステリオリエスティメーションっていうのと、それから、マキシマムポステリアマージナルエスティメーションっていう、こういう二つの、話と、それから、カルバックライブラーダイバージェンスの話を中心にしました。はい。そして、ベイズの公式についても説明しました。で、事前分布という話と、事後分布という話もしました。その上で、今日はですね、2種類の、統計的機械学習理論の中で、2つのですね、枠組みを、説明していきたいと思います。基本的にはデータからモデルを学習するという話です。データからモデルを学習するという話です。で、まず第一に、教師あり学習っていう話をします。で、教師あり学習で重要なのは経験分布ってやつです。で、経験分布が重要で、さらには最優推定という話が重要です。で、最後のマキシマムライクリーフッドエスティメーション、この、最優推定というのは、これは、学部の1年生の数理統計学、あるいは統計学という科目の中の、中心極限定理が終わったあたりで、点推定というお話の中で、皆さんは、学部の1年生の頃に、統計学、あるいは数理統計学という、あるいは確率と統計の科目の中で、教わっていると思います。で、その話を実際にデータというものをもらったときに、どういうことをやっているのかということをもう一度ですね、カルバックライブラーダイバージェンスという立場で説明していきたいと思います。これが最初の部分です。で、その後ですね、パート2の方では、今日のパート2の部分、この、ホワイトボード、後ろ、裏側に書いてあるんですが、今度は教師なし学習という話をしたいと思います。で、今日話す話は、おおむねですね、僕の教科書の、僕の、日本語の方の共立出版から出ている教科書の、画像処理の統計モデリング。こちらの方の第一章の中に書かれている話です。で、あるいは、私の書いた教科書以外では、上田直則先生、NTT の基礎研究所の所長さんだと思います。今。それで、上田直則先生が書いた、4人くらいの協調者で書いている、コロナ社というところから出版されている、パターン認識論っていうのがあります。パターン認識論っていうのと、パターン認識論の続編っていう2冊で出ています。そのパターン認識論っていうふうに書いてある方に、今日のお話は、がさらに詳しく、パターン認識というトピックスに対して書かれていると思います。はい。今日のトピックスは、パターン認識論という上田直則先生の書いた、オウム社ですね。コロナ社じゃない。さっきコロナ社って言っちゃったかな。オウム社から出ている、本、2冊組あります。パターン認識論っていうのと、パターン認識論続編っていうのがあります。はい。で、続編のついてない方に主に書いてあると思います。はい。で、それでですね、教師あり学習、まずですね、スーパーバイズドデータセット、つまり、データが先生なんです。データが先生なんです。その先生をもとにして、モデルを学習しましょうって話です。で、そのために、まず経験分布っていうのを導入してあります。で、デルタはクロネッカーのデルタで、で、これは要するにですね、A というパラメータベクターが、例えば、この中のどれかと一致したときに、いくつっていうふうにカウントするようなオペレーター、そういうような役割を果たしていて、それをすべてのデータに対して足して、データ分の1で割りなさいというふうに書いてある。何やってるかっていうと、一言で言うとヒストグラムを考えてるんです。この、A というですね、
A そのものはですね、N 次元ベクトルなんですが、N 次元っていう高次元ベクトルのに対してのヒストグラムを使って、分布を、分布を計算しているということになります。はい。で、これを経験分布と言います。で、経験分布が求まったら、その分布を使っていろいろと、推定していきゃいいじゃん、というふうに思いますよね。でも、そうすると今度は数学的取り扱いが難しくなります。なぜかというと、ヒストグラムですから、ヒストグラムですから、分布としてはですね、分布としては多少ガタガタしてるわけです。で、それを我々がよく知っている関数で、うまく調整、我々がよく知っている関数のどれかにフィットさせるような形で、分布を、関数式の形で、取り出したいというようなことを考えるわけです。で、そのために、パラメトライズとプロバビリティディストリビューションというのを考えます。パラメトライズ。パラメトライズって何かシータというもう一つ謎のベクトルを持ち出してきて、で、これハイパーパラメーターって言ってるんですが、はい。このハイパーパラメーターで、をコントロールパラメーターにして、A というですね、状態変数ベクトルに対する確率を考えています。で、例えば、この次元が1の場合、ですから A というベクトルはスカラー量で、シータっていうのはベータコンマミューって2つのハイパーパラメーターがあったとして、で、そいつがこんな風にですね、これ、いわゆる正規分布ですね。ガウス分布ですよね。平均がミューで、それで、分散がベータインバースになっているような、そういう、意味での、ガウス分布になっているわけです。はい。で、それで、このガウス分布の場合には、この平均と分散が、平均と分散がハイパーパラメータになるということです。なぜハイパーパラメーターと呼ぶかっていうと、統計学では A というですね、状態変数のことをですね、パラメーターって言ってるんです。そのために、シーターの矢印、この、要するにシーターの方は、パラメーターっていう言葉を A という状態変数に対して使ってしまっているので、シーターのことをハイパーパラメーターというふうに呼んでいると。こういうことです。単にそういうことです。はい。で、それで、ですね、今ですね、この、経験分布とパラメトライズされた、ある、よく知っている、我々がよく知っている関数形としてですね、表している分布が、できるだけお互いに近くなるように、この、ベータとミューというハイパーパラメータを決めて関数形を確定させてやるという操作をします。ここではだから、パラメトライズとプロバビリティディストリビューションは、正規分布、ガウス分布であるということは我々は仮定した上で、その中のコントロールパラメータというような位置づけになるんでしょうかね。ハイパーパラメータをデータを使って決めてやりますというお話をしているわけです。はい。で、どうするかっていうと、ケールダイバージェンス、ケールダイバージェンス前回の最後にやりました。これは、数学的には、距離ではありません。なぜかというと、これは常に0以上の値をとって、P と2つの確率分布が等しいときに0になりますが、ただし、2つの確率分布の場所をこれひっくり返すと値が変わってしまいます。なので、その意味で、これは距離ではありませんが、これを疑似距離、シュードディスタンスという形で、理解して、このカルバックライブラーダイバージェンスが小さくなるように、この、シータってやつを決めてやりましょうというお話をするわけです。で、そうすると、ここではカルバックライブラーダイバージェンスはこんな風に書けて、で、さらに、これ、ログの中をですね、ログの中をですね、ログを引き算、ログのなんとか分のなんとかですが、これ引き算の形でばらしてるわけです。ばらした上で、この中で、第1項からはシータは消えているので、第1項は経験分布しかありませんね。だから定数だと思って、後ろだけ眺めてやるんです。で、後ろの部分に対して、この、経験分布の式を代入してやります。で、代入してやるとこんな風になります。はい。代入して和を整理、ちょっと順番を整理してやるとこんな風になります。はい。で、この形にした上で、この A に対する和を取ってやると、AI と AI スターがイコールの時に1で等しくない時は0になるよっていうんですから、
A のベクトルっていうのは、これが A の、要するに A に対しての、教師ベクトル、教師データのベクトルで A が置き換えられた形でここが出てくるわけです。はい。よろしいでしょうか。ここからここは、皆さんですね、流すとこじゃないですからね。自分で本当にこれどうしてかなっていうのはよく考えてみてください。クロネッカーのデルタの真骨頂です、ここは。はい。それで、その上で、この形をじっと見てやるわけです。そうすると、このケールダイバージェンスに対してシータによるところは、さっきも言った通り、第2項だけで第1項はシータによってません。で、しかもここにマイナスがくっついてますので、したがって、KL ダイバーセンスをシーターに関してミニマムにするようなシーターをシーターハットとしますよっていうこの式は、この後ろの部分の赤線で引いたマイナスをのけた部分ですね。第2項のマイナスをのけた部分。この部分をマキシマイズするっていうことになるんです。で、ログの和ですから、結局は積の、これはログの和ですから、これは、和を中に入れると掛け算になりますね。で、ログは、自然対数は、自然対数は単調増加ですから、したがって、この積の部分全体がマキシマイズでもいいんです。はい。で、この積、この、データセットに対しての確率書いてあって、この掛け算にしてです。これをシーターに対する、最もらしさを表す関数として考えてやるんです。ライクリフットの考え方というのは、もともとはこれ A に対する確率だったんです。はい。それを、ところが今 A っていうのは与えられてますから、教師データとして。で、教師データとして A という状態性変数が与えられたという状況の中で、ハイパーパラメータに対する、ハイパーパラメータに対してはこれ確率じゃないんです。なんでかっていうと、ハイパーパラメータのすべての値に対して和でも積分でも取ってやると、1になりません。規格化条件を満足したいので、しないので、これはシーターに対する確率ではないんです。これを、最もらしさを表す関数という意味で、ライクリーフットと言っています。シーターに対するライクリーフット。で、一つ戻って、こちらはそれのログを取って和にしてますよね。こういうのをログライクリーフットというふうに呼んでます。で、後で、ちょっと計算上お示ししますが、掛け算になってるとですね、扱いにくいんです。やっぱり足し算になってた方が扱いやすいので、ロングライクリーフットに対して勝負をかけていく方が多いです。はい。で、そこで、今度は、マキシマムライクリーフットエスティメーションに対しての例をこの後説明したいと思います。はい。で、マキシマムライクリーフットに対する、しっかりとか。はい。私も疲れた。ちょっと疲れた。ちょっと待ってね。はい。どうした？はい。はい。よしと。はい。眠いと。うん。ね。はい。よしよし。うん。もういいよしよし。で、そろそろね。はい。追い始めて。はい。いいよ。はい。ということで、今度は、この教師あり学習に対するですね、最優推定の例を一つ お話ししたいと思います。ここ、今からお話しする例は、これは実は1年生の時に教わる、学部の1年生の時に教わる、全学教育の、数理統計学の中で、要するに最優法をやるときに、まず出てくる例題だと思います。はい。で、どうするかっていうと、まず第一に、こんなパラメトライズされた関数としてさっきもちょっと挙げましたが、ガウス分布考えます。状態ベクトルはスカラーになってます。1変数です。そしてハイパーパラメーターは、ベータとミューです。ミューがガウス分布の平均で、そしてベータは、分散の逆数になります。はい。ということです。で、それで、ちなみに、これ、ここの、これ、規格化条件を満足するためには、ここが2分のベータのルートにならなきゃいけないよっていうようなところは、これ、ガウス積分の公式使うと出てきますね。で、ガウス積分の公式については、僕が出した課題の中の一番最初のベーシックプロブレムズっていうところに、これ、計算してみてくださいっていう課題を挙げておきました。で、ガウス積分の公式を出すこと自体は、これは、実は全学教育の皆さんの学部の1年生の全学教育の中で、重積分の話を教わった時に出てくる例題の、講義積分としての重積分を教わる時の例、重要な例題の一つだと思います。
そこのところ全学教育で教わった、東北大学の全学教育の科目名ですと、解析学の B になります。はい。東北大学の全学教育ですと、解析学の B になります。解析学の、で、皆さんはとにかく重積分を教わった時の教科書を、引っ張り出してきて、もう一度、重積分のところでガウス積分の公式を出す、手続きを、確認してみていただきたいと思います。はい。その上で、犬がね、なんかね、このホワイトボードの後ろでなんか探してるんですよ。君来なさい。ダメだよ、いたずらしちゃう。はい。それで、これ、そうすると、今ですね、このログライクリーフットを書いてあるわけです。中に A のところには AK というですね、いわゆる教師データを入れてやるわけです。全部入れてやるわけです。で、K で1からラージ D まで、データポイントの個数だけ、これ、和を取ります。なんでデータポイントというかっていうと、ちょっとここで言いますが、A っていうのは、ベクトルなんですね。だから、N 次元ベクトル、N 次元空間の点なんです。データっていうのは。はい。N 次元空間の点なので、データポイント。ただ、この場合は、1次元の数直線上の点になりますけどね。はい。で、まあ、とにかく、こいつをこう書いてやって、これ、この、P の形を、ガウス分布を入れてばらしてやりますと、こうなります。これは自分でやってみてください。はい。その上で、こいつをですね、μで変微分して、μイコール μ ハット、β イコール β ハットとして、イコール0っていう式を書いて、変形してやりますと、μイコール、実はこれは、教師データセットのサンプル平均になってるんです。それから、ベータで変微分して、μ イコール μ ハット、ベータイコールベータハットっていう風に、上の式で入れて、操作してやりますと、で、これも極地条件で、ベータハット分の1がこうなります。で、ベータハット分の1が実は教師データの、に対してのですね、標本分散になってるんですね。はい。で、これは非常に理屈に、理にかなってますよね。理にかなってますね。はい。で、皆さんは、実は、統計学で、こういうのの他に、データが少ない時の、サンプル平均とサンプル分、標本分散から、データが無限にこうある時に、やたら多い時には、データ点から、少ないデータ点から、このくらいの、量に、このくらいの値になるよっていうことをですね、出す公式っていうのを皆さん教わってると思います。ここはその前の話です。いわゆる点推定と言われているところなので、そこはちょっと勘違いしないでください。あくまでこれはポイントエスティメーションです。ポイントエスティメーションの一つとして、最優法があって、その最優法っていうのは実は、経験分布とパラメトライズされた分布の間のカルバックライブラーダイバージェンスを最小化するっていうことで、構成されているということになります。これが教師あり学習の基本です。基本です。はい。というわけです。一応これで、まず、教師あり学習の基本的な説明は、ここまでで終わりにしたいと思います。なお、ここの計算ですね、自分で手を動かして、ぜひ一度はやってみていただきたいなと思います。はい。特に、統計的な、統計モデリングを使った機械学習をしようとしたらですね、ここの部分は基本中の基本です。で、しかも、全学教育の1年生の数理統計学の、真ん中あたりで、中心極限定理の後あたりで、点推定のところで、教科書の中でも、1年生でやっている人がほとんどだと思います。統計学をやってきているとしたらですね。なので、もう一度、自分で1年生の時の全学教育の時の数理統計学、あるいは統計学、あるいは確率と統計、あるいは数理統計学概論の、教科書を自分でもう一回引っ張り出して、そしてその中でどう書いてあったかっていうのを自分でぜひ一度は確認してみていただきたいなと。そしてここの計算自分で手を動かしてやってみていただきたいなというふうに思います。はい。これで、教師あり学習の、アウトラインの説明は終わります。はい。で、この後ですね、続いて今度は今日の授業のパート2として、今度は教師なし学習の話と EM アルゴリズムの話をこの裏側でしたいと思います。で、今日のホワイトボードは、表面と裏面はすでに皆さんには、先ほど、12時45分前後に皆さんには、写真をメールで送っていると思いますので、
そちらを見ながら聞いてください。すいません、むせてしまいました。はい。ではまず一度休憩したいと思います。